エルミサウルス白亜気候期に生息した恐竜の絶滅属である。オビラプトロサウルス類の獣脚類である。化石はモンゴルから足と手の骨が発見されている。死の骨と禁煙種に基づいた家庭の生態復元図1970年、ポーランドモンゴル共同古生物学調査隊により、モンゴル、ウムノゴビ県で2つの小型獣脚類の断片的な化石が発見された。 タイプ種エルミソリスロリスは1989年にハルツカオスモルスカにより命名、記載された。俗名はモンゴル語で足の裏を意味するエルミューあるいはオルミューから派生していて、これはタイプ標本が中足骨であると考えられたためである。種小名はラテン語で珍しいという意味である。ホロタイプ標本スプル MGDI-172 は 側根骨と融合した左の中足骨である。二つのパラタイプ標本があり、スプル MGDI-98 は右の手と足、スプル MGDI-20 は大型の個体の左側の中足骨の上部で断片である。第二の種エルミソリスエディゴンスは1989年、フィリップ・カリーにより命名された。この北アメリカの種は、はめ1933年に、 ウィリアム・パークスにより足の標本ロム781に基づいてオルニトミムスの一種として記載された。カリーはまた、顎の断片に基づくアメリカの種カエナグナトゥス、ステルンベルギもいエディゴンスであるとした。これらの標本は保存状態が悪く、タイプ種と地理的たりも大きいため、アメリカの種をエルミサウルスに分類することには異論がある。 1997年、ハンスディーター・ズースはこれらの隔たりゆえエルミサウルスの第二の種は、キロステノテスに属し、カーストノッツエリゴンスとするべきであると表明した。この意見を仮には、受け入れられなかった。しかし、マリアンスか、オスモルスかといった研究者は、ズースの良い,いエリゴンスを、キロステノテスとする細分類案を指示した2001年の、 ブルース・ロス・チャイルドラによる研究では23個のエルミサウルスのものとされた足の骨について疲労骨折の痕跡が検証されたが全く発見されなかった。ありがとうございます。